ソウスケのイースラー体操。日本で合コンを楽しむ元日ハムイースラービエ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 ーだめだ。はい、こちらになります。これはですね、合コンでゲームですね、皆さんお分かりの通り、タケノコニョッキッキやってます。これまずですね、乾杯しまして、飲みまして、で、程よい時間が経った頃にどなたかがゲームの提案をしてます。ゲームの提案をします。タケノコニョッキッキですよ。もう一ニョッキでいきますね。ブエーで一ニョッキ、一ニョッキブエー。もう誰と誰が被ってるか見えないですね、これ。もうこの沿ってる時点で誰が被ったか分かんないんです。被ったら普通負けですからね、タケノコニョッキッキって。まあこれすることによって何が鍛えられるかっつったらですね、インナーマッスルですね、皆さん、インナーマッスル、そしてなおかつ腹筋のストレッチにもつながってきます。この手をね、合わせることによって非常にバランスがいいですね。それに今までは右打者だったり左打者だったりですね、左右にちょっとばらつきがあったんですけれども、こちら非常にバランスがいいです。もしくはですね、椅子じゃなくてもこちらにちょうどいいところにですね、バランスボールがあります。バランスボールを使うとよりいいイースラができるでしょう。バランスボールでタケノコニョッキッキをするイースラどうなるかと言いますと、ブエ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 で一ニョッキ、一ニョッキ伸びてます。非常にいい伸びです。インナーマッスル、そして腹筋も非常に伸びてきますね。ブエ一ニョッキブエ。はい、以上、ソウスケのイースラー体操でした。イエーイ、一ノキブエーイ、一ノキブエーイ、やめんだ。